ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに中西聡君、朝日健太郎君、小沢正人君、勝部健二君、三浦信弘君、島村大君および長峰誠君が委員を辞任され、その補欠として岡田博史君、丸川珠代君、白新君君、内越さくら君、高瀬博美君、加田博之君および石田正弘君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては先例により委員長の氏名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に竹内真嗣君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房、内閣審議官岡本司君ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよ決定いたします。北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査を議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。清水